中野城駅は、群馬県安ず郡中野城町大浅伊勢町にある、東日本旅客鉄道あ妻線の駅である。中野城町の中心部に位置し、四万温泉、沢渡り温泉への玄関口ともなっており、特急、草津の全列車が停車する。また、四万、沢渡り温泉口という副駅名が付与されており、車内放送で案内されることがある。 阿賀妻線の中間拠点駅であり、阿賀妻線で運休を伴う、補線工事等が行われる際には、渋川駅東駅間、東駅、大前駅間で区切られる。運休区間は代行バスが運転される。また、東駅の3番線の脇には保守用のレールがストックされている。井ノ駅と同じ、惑星 B の発車メロディが2010年3月から使用開始された。 あがツマ線内で発車メロディが使用されているのは、起点の渋川駅を除き、当駅と河原湯温泉駅だけである。あがツマ線、上越線の開業以前の1912年により、この地には、渋川から、馬車鉄道のあずま温泉馬車軌道が存在しており、同線は、あずま軌道、群馬電力、東京電力、東京電灯と経営母体が変わりながら、1920年には、 電化されて、路面電車となり、上越線開業後の1933年まで運行された。あずま軌道を参照のこと。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。互いのホームはエレベーターを備えた、古線橋で連絡している。直営駅であり、管理駅として、小野上駅、岩島駅間の各駅を管理する。 2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエル君が設置されたが、2012年2月15日をもって営業終了し撤去された。現在は指定席券売機が設置されている。駅構内には2019年4月1日より、JR 東日本高崎支社館内では、初となる障害者就労支援の店舗、ボンボヤージュがオープンしている。 当駅では毎年秋になると、上り川一番線ホームに干し柿が吊るされる。地元住民が柿を提供し、駅員が協力して渋柿の皮を剥いて吊るす。このサービスは2001年の秋から始まり、柿の渋が抜けて甘くなると、特急、草津の利用客に無料で振る舞われる。また、夏には風鈴が吊るされ、当駅の夏と秋の風物詩となっている。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は706人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。温泉地、ありがとうございます。